余決。三国時代じゃない。うまくにポンと処刑されてるやん。で、多分この首取ったとしても多分何も褒められない。多分何の位上がらん。ならない。何の武功にもならん。俺がはい。え、周波数合ってない。大丈夫。回したる。それ巻き戻しの音やろ。俺のやつは、俺が褒められて一番嬉しいこと。ああ、なるほどね。これは俺わかるぞ。俺わかるよ、俺。はい、OK。じゃあ、ちょっと広すぎると思うんで、見た目で。あ、見た目やな。見た目。そう。あ、俺わかった。逆に今見た目じゃなかった。なんだった。面白い。あ、違う。これね。違う、あんま面白くない。あ、面白くないじゃない。あんま嬉しくない。これね、もっと厳密なの。ツッコミが秀逸。あ、嬉しくないね。なんで。ちなみに性格で俺が一番言われて嬉しいのがね、意外と男前だよね。今ピー入ってる。なんでやろ。なんでじゃ。俺ね、その意外にって言われるのが嬉しいんだよ。あれ、なんか動画で見るより意外とあれですよねみたいなのが嬉しい。じゃあ意外とがつくんだね。あ、まあそうかもしれない。じゃあ意外と縛りだ。ちょいちょい俺普通に会話で言ってるね。あ、俺分かった。完全に俺やっぱターボ愛がすごいからさ。おお、いいね。すごいよ本当に。いいよ。俺ターボ興味なすぎて全然分かんない。てめえはもう一生誕生日プレゼントを買わない。お前には一生誕生日プレゼントを買わない。聞こえてこない。全然こない。全然ない。まあ本当腹立つな。本当腹立つな。お前合ってる合ってないとかじゃなくて、もう褒めるとこないんで。合ってても嬉しくないし、この感じで合ってても。外見でしょ。だってこの、その外見で見ろ見ろ、もうすごいから。すごいから。ヒントだよ。もう見ろ。すごいから。何にもない。そうだ。お前これ100合ってるわ。おお、ちょっとこれはノリさん期待できますね。ノリからいこう。意外と、ああ、肌が綺麗。なるほど。これよう言ってるで。はい、じゃあボンリさん。意外とスタイルいいよな。おお。京平さん。意外と顔が整ってる。どこがやねん。どこがやねん。いや本当。どこがやねん。俺もこれすっげえ思った。それマジで思った。どこがやねん。おかしい。意味わかんない。いいんだよ、意外とって入ってることで成立するんだよ。成立、これで成立するの。あの、これだけだったらわかるよ、お前の言ってること。これがあることで成立する。で、意外とあって、もう合ってないでしょ。だってパッと見整ってないじゃん。整ってなかった。意外とあるでしょ。だから根づっちだったらこれできてないから。いいんだよ別に。答え言いましょうか。はい、意外と肌綺麗。ほら、俺やっぱすごいでしょ。で、俺もう言ってるし、俺意外と肌綺麗なんで。言ってるね。肌綺麗は言ってる。で、小学生から高校生まで、あの、これは毎日年の数ミニトマト食べたからだよっていうのも言ってるし。ちゃんと年ね。ミニトマト俺もう年の数だけ毎日食べる。もうお母さんに用意してもらって。毎食毎食。そう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 。うわー、もう食欲ない時はトマトだけ食べる。分かった分かった分かった。風邪の人が調子悪い。いい、もういい。